します。今夜のめちゃイケスペシャル進行のお手伝いをします、フジテレビアナウンサー西山喜久恵です。よろしくお願いします。そしてめちゃイケメンバーの皆さんです。よろしくお願いします。そしてもう一方、はい、今夜の生放送の発起人でもあります、この方の入場です。よ、入場ですか。入場です。入場戦でもええやん。よし巻いていこう。巻いていこう。今日は本当にみんな本当にね、今日はね時間がないんだって。ありません。じゃあこっから初めてはあなたも。いや、どうしても外からやりたかったんだ。全然やらなかったよ。絶対本当にほらもう奥に回ってるから。何生放送なのかということを VTR にまとめておりますので、こちらご覧ください。よろしく。今夜、チビタイガーの熱き思いが東北に届けられる。あのね、はい、震災はまだ終わってないっていうこと。その通り、大変な方はまだたくさんいると思います。そうなんだよ、はい、だからね、これからもめちゃめちゃイケてるは東北とつながってないとダメ。はいはい、わかるかい。素晴らしいことだと思います。もし俺が言うてること間違ったら言ってほしい。で、何も間違ってないです。格好だけでしょうね。というわけで、ちょっとでもね、ちょっとでも、はい、喜んでいただけるなら。こうして最初は戸惑いつつも、事情が分かれば心よく提供される思いがこもった品々を受け止め続けるチビタイガー。でもめちゃイケ今までバカやってきましたけど、愛も深いんだぞって力強くね、訴えていきたいなと。暑苦しいねじゃあお互い様やって。それは武田の強い気持ちに後押しされるように、一日中走り続けたチビタイガーは自らも、チビタイガー説明してくださいよ、俺からのプレゼント。放送終了後、番組を見ていた東北3県の視聴者から多数の応募が。そしてここからスタッフとメンバーは送られてきた全てのメッセージを読み、今度は被災者からの思いと向き合う作業に丸々1週間費やすことになった。今日ちょっとチビタイガーの代理で来たんですけども、あ、はい、僕こうメールとか読んでて気づいたんですけど、うすうすバレてますねマジですか。チビタイガーが誰かほとんどの方が岡山さんってというわけで今夜はめちゃめちゃイケてる東北とつながってるね、生放送でプレゼントスペシャル。というわけで、はい、今回皆さんが提供してくださったプレゼント、生放送で、そして生電話でプレゼントしていこうという企画でございます、はい、そうです。かなりのたくさんの応募あったみたいですね。はい、あの4万通もの応募があったそうです。すごいですね。すごい数です。はい、嬉しいね。そして今夜はですね、はい、放送中に今粒で皆さんからの生の声もぜひお寄せいただきたいと思います。今下にメッセージ貼りますね。始まったということで、メッセージ早速寄せられておりますが、こちらの方もご協力お願いします。 OK、 つぶやいてる暇ないよ、時間ないからね全然時間ないから。あなたもそういう時間としてんのよ。本当に東北の方にプレゼントしていかないと、本当にもう全部、まあ、うプレゼントできなくなるから。そう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 、始まって30秒で巻きが出るという何もしてない早くやらなんかよね、うん、早くやっていこう。あともう半分バレかかってるというか、いやもう 100% バレてますから。そうよ、もうそれはもういいでしょ。もう取ってんのよ。正体バレてもいいの。その2時間の方が辛いでしょ。じゃあ撮るよ。そらそうや。
はい、皆さんから提供いただいたプレゼント、はい、あちらにもご用意しております。そうですね、ずらりと並んだこちらの品々ですが、はい、最初のファーストシーンは僕でしたね。シーンっていうのちょっとね、何もなかった。そうですね、皆さん安心してください。一、はい、つ目の滑りは私がやりました。ちょっと皆さん気になって、はい、やりやすいでしょ。最初に僕滑っておいたらやりやすいでしょ。さあ、それでは皆さんとつながってまいりましょう、はい、最初のプレゼントは矢部さんからのプレゼントです。はい、まずはこちらの VTR どうぞ。はい、プレゼントナンバー1、時間を見るたび矢部との絆が実感できるロレックスデイトナー。かっこいいでしょ。いいね、いい時計だと思うよ。35歳の時に買ったんですよ。あんまりこうね、若いとあんま似合わないかなと思いまして。どうだろう、ちょっと聞いてくれませんか。一応思い入れあるんですよ。ああ、そう、時計もね。そう、時計への思い入れが強い分、応募理由や番組へのメッセージを熱心に読んだ矢部は、正直ね、選べない。もうこれは皆さん大変やなと。世界中のデイトナーを集めたよね。いやー、ただまあやっぱりね、1名選びました。僕この方にデイトナープレゼントしたいと思います。時間と絆を同時に確認、ロレックスデイトナは誰の腕に。はい、いよいよこれから電話をかけていただくんですが、はい、その前に大事な合言葉を決めさせていただきたいと思います。はい、もし電話がかかってきた場合、合言葉の前半部分をめちゃイケメンバーが問いかけますので、はいはい、後半部分を今から決める合言葉をお答えください。はい、それでは岡村さん、合言葉の発表をお願いします。はい、我々がめちゃめちゃって言いますんで、はい、そしたら電話の向こうでつながってる、いいじゃない、めちゃめちゃ、はい、かりやすい、つながってると。わかりやすい、これでまあ、これで字幕落としても構いません、構いませんけど、気持ちですので、言葉だけでも構いませんけども、気持ちこうやってるということ、ずっとこれ2週にわたってこれやってきたんで、つながってるとお答えいただきたいと思います。さあ、それでは早速矢部さん、電話お願いします。一発目見てるかどうかもこれ限らないのでね、電話取れる状態にあるかどうかも分かりません。プレゼントを送る方、すでに決まっております。志村見てたらどうする、志村裏番組、志村かけた、あ、かけた、つながれ、つながれ、びっくりしてるかな。もしもし、もしもし、小林直美さんでいらっしゃいますか。はい、そうです。あ、それではいきますね、合言葉、めちゃめちゃ、はい、つながってる。イエーイ、やったよ、小林さん、落ち着いてください。落ち着いてください。まずは県名と市町村名、お住まいを教えてください。番地は言わないでください、番地までは、はい、前に住んでた住所ですか。はい、前の住所でいいですね。前の住所でいいですか。前の住所で構いません。落ち着いて、落ち着いて。福島県の大熊町に住んでいます。大熊町、大熊町、大熊町、おめでとう、おめでとうございます。それでは小林さん、落ち着いて、小林さん、私が代読させていただきます。はい、お願いします。すいません、めちゃイケメンバーの皆さん、こんばんは。私たち家族は福島第一原発事故のあった大熊町に住んでいました。去年の震災後、リュック一つを背負って避難してから、自宅に一度も帰ることができずに、福島県内で避難生活をしています。放射能汚染からの長い避難生活の中、この先どこに住むのかもわからない不安な毎日で、一生分の涙を流しました。そんな日々でも、めちゃイケを見ている時だけは辛いことを忘れて子供たちと爆笑しています。
というのも現在は小5の長男、小2の長女、年中さんの次男と私の4人で暮らしており、主人だけが家族と離れ離れになり単身赴任生活をしながら、原発事故収束のため福島第一原発で毎日家族のため国のため命がけで働いています。今回子どもたちが矢部さんのロレックスを見てお父さんにあげたいねと言いました。頑張っている主人にぜひプレゼントしてあげたいのでよろしくお願いいたします。矢部さん、ちょっと落ち着きましたでしょうか。はい、もう信じられなくて。いや、もう嬉しいですよ。ちなみに旦那さんいらっしゃったりするんでしょうか、現在。今日は仕事でいわきにいます。あ、そっちにいますね。今日は、ね、はい、仕事してくれて。なるほど。あの、ひろかずさんっていうので、ひろかずさんって呼んでもらえますか。ひろかずさん、見てあげて。ひろかずさん、ひろかずさん、デートのプレゼントしますよ。ひろかずさん、よかった。ですね、だから一番最前線で、そう、本物のヒーローですよね、旦那さん ね、こう日本のためにね、はい、今頑張ってらっしゃるということで、最前線で働いてらっしゃるということですよね。はい、そうです。毎日一生懸命私たちのために働いてくれてます。そうですと、ね、頭が下がる思いですよ。日本国民のためにですよね。ね、嬉しいね、はい、本当ありがとうございました、応募していただいて、はい。今子供たちも3人びっくりして見てます。ちょっと声だけ聞かせて。ちびっ子たちの声だけ。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、賛否両論あるかも分かりませんけど、もうやってよかったなと思える。いや、思いましたよ。ひろかずさんって、ね、よかったよね。よかったよね。やってよかったよね。よかったよ。そして今粒のメッセージ見てください。福島県人として同じ思いですとか、いろいろもっと大変な人に当たる確率が高くなればと思い応募しませんでしたって、うん、まあ、ちょっとね、そういう思いの人がいるっていう、ね、気持ち、ね、すごい。でもやってよかった。そうですね。さあ、続いては加藤さんからのプレゼントはこちらです。はい、プレゼントナンバー16、加藤家のテレビセット。加藤家というからにはもちろんこの人たちの了承も。ちょっとこっち来てくれるかな。すると子供たちがマスクをかぶって登場。さらに妻ピンクタイガーも加わり、テレビを上げることに大賛成。何それ家族全員の思いを背負って応募者と向き合う加藤は悩んでいた。いや、なかなかこれは本当に選ぶっていうのはね、おこがましいような感じもするんですよね、こっちがね。いろんな思いの方がいて、もう本当にいろんな理由があるんで、この中から1個選ぶっていうのは本当に難しかったんですけど、僕なりに僭越ながら、この方を選ばさせていただきました。子供たちの手作りおもちゃと妻香織ちゃんのエプロンもつけ、テレビセットはこの春地デジ化へ移行する東北へ。それでは早速加藤さん、はい、電話をお願いします。わかりました、はい、これテリーさんも喜んでるやろな。テリーさんも喜んでると思う。そうですね、絶対喜んでる、うん、テリーさんだけじゃないけどな。堂々と言ってるのが好きです。ねえ、うん、そして合言葉も、あ、めちゃめちゃつながってる、つながってる、お願いしますね。です。はい、書けました。はい、見ててほしいですけど、見ててほしいね。かかった、はい、かかりました。かかったね。もしもし。もしもし。もしもし、はい、平山さんのお宅ですか。はい、平山です。茂子さんいらっしゃいますか。私です。合ってるみたい。合言葉はめちゃめちゃつながってる。いやつながりました。
それでは僕も緊張でちょっとめちゃめちゃを噛んでしまいました。落ち着いて。申し訳ございません。平山さん、はいはい、あの、はい、お住まいの県名と市町村名をお願いします。はい、はい、岩手県、うん、あ、落ち着いてはる、大船渡市です。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。見てました、はい、家族で見てらっしゃいました。家族4人で見てました。奥からね、さっきリアクション聞こえましたから。ありがとうございます。いえいえ、山さんの応募メッセージを代読させていただきます。はい、めちゃイケはお一人お一人の個性が素晴らしく、いつも子どもたちと一緒に笑わせていただいています。1年前の津波で全壊した我が家には、その頃購入したばかりの55インチのテレビがありました。 5.1 チャンネルのスピーカーやレコーダー、アンプも一緒に、一生懸命働いている自分へのご褒美として買ったものです。津波で家は跡形もなくなくなったのですが、しばらくはどこかにテレビがないかと瓦礫の中を探したものでした。もちろん見つけたとしてももう使えないことは分かっていましたが、それほど思い入れがあり、頑張って働いてきた証の大きなテレビに知らないうちに癒されていたのだと思います。まもなく震災1年となり、今被災者の願うことはきっとみんな同じです。それは私たちを忘れないでということ。岡村さんや加藤さんをはじめ、私たちのことを忘れまいとするメンバー皆さんの気持ちが素直に嬉しかったです。うん、よかったですね。平山さん、これすぐ買ってすぐなくなってたんですか、はい、テレビ。テレビはどれぐらい買って。あ、1年です、ちょうど1年。そうかそうか、1年しか使ってないですもんね。カツさんのこれ何インチでしたっけ。僕43インチです。あれ55インチ。え、これちっちゃなってるね。ちっちゃなってるね。カツさん、ちっちゃなってますよ。ちっちゃなってますよ。カツさん、これはいはい、カズさん、これ最新のやつですか。はい、最新のやつですか。それ7年前に買ったやつですよ。あ、古い。恥ずかしくないですか。加藤さんがその43インチプレゼントするってちょっと恥ずかしくないですか。はいはい、平山さん、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっと待ってください。恥ずかしいっていうのはどういうこと。ちっちゃい。ちっちゃい。55インチ。大きいのだよ。大きいの買えよ。平山さん、今ちょっとこっちで交渉してます、はい、ちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。でも平山さんに確認した方がいいんじゃないですか。ああ、やっぱり40 50… 平山さん、平山さん、やっぱ55ぐらいが一番いいですかね。めちゃイケ見るのに。あの、大丈夫です、43で十分です。いやいやいや、気遣わせた。平山さん、平山さん、いや恥ずかしい。十分だって言われたら僕、それは僕が悪者になっちゃうよ。行っちゃえよ。60、平山さん、43と60だったらどっちがいいですか。いや、あの、次買うときは60にしようと思ってます。平山さん、平山さん、こうしましょう。43と60、加藤さんからプレゼントします。プレゼントナンバー2、サリナが愛する旦那様に買ってもらった毛皮のコートだが、まあ、こんな、突然こんなこと言うと怒るかもわからんけど、旦那浮気してると思うのよ。してないですよ。怒るわ。してない。やめてよ。してないですよ。何ですか、唐突に。浮気がバレたらまたこうでもうたらええがな。そんなコートじゃない、これは。浮気の件はともかく、夫の愛情が深く染み込んだコートには変わりなく、愛する妻に贈りたいといった応募者も多数見られ、どれを選んでいいのかっていう感じなんですけど、こんな風に旦那さんに思ってくれたら嬉しいなっていう思いと、子供を持つ母親とかそういうことも含め、ぜひ差し上げたいなと思う人が選びました。浮気のお詫びとしては送ってほしくないコートは誰のもとへ。さて、時間がないので、さっきさんに移ったんですが、まだ、はい、
ちょっと交渉中、43度60インチすいません、逆に気を使わしちゃって、届くんですけど、60をどうするかっていう問題で話し合っております。60インチお送りしますんで。さあ、それでは紗理奈さん、早速プレゼントを渡す方への電話をお願いします。間違えんなよ、今のところいいですよ、はい、合言葉もね、合言葉ね、つながってる、お願いしますよ。めちゃ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 つながってるんですよ。今日一応声ね、声ちょっと工事うるさいよ。あとさ、もっと静かに喋ってください。声下げて、あの息子さんと今お父さんと喋ってるんかかりました。紗理奈さん、つながってます。来た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 、なった。誰か、来た。もしもし、もしもし、菅原さんでしょうか。はい、菅原です。あ、どうも。あ、では合言葉いきます。めちゃめちゃつながってる。おお、菅原さん、申し訳ありません。あの、住所の確認をさせてください。県名、はい、そして市町村名お願いします。はい、宮城県の被災を受けた時は南三陸町です。今は登米市に住んでいます。今は登米市。はい、ありがとうございます。それでは菅原さんのメッセージを代読させていただきます。はい、めちゃイケの皆さん、こんばんは。私は1年前はまだ独身で、震災で家も車も流されてしまい、とても辛い思いをしました。しかし、それをきっかけに当時付き合っていた彼女と去年の9月に入籍し、今年の春には子供も生まれます。ただ辛い時期に私を励ましてくれた妻には、今日まで結婚式もしてあげられていません。だからサプライズで今までの感謝の気持ちとともに、紗理奈さんの毛皮のコートを贈りたいと思いました。ちなみに私たち夫婦は2人ともインフィニティ16の大ファンで、よく曲も聴いています。ありがとうございます。インフィニティ16っていうのは何の、私の旦那がやっているグループですね。あのレゲエを。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。何ですか、インフィニティって。いやいや、あの、なんか 今言った通り旦那さんのグループ名です。はいはいはい、今説明を受けない、はい、今言いましたよ。なんかそういう団体があるみたいです。違う、一人だ。菅原さんファンなんです。菅原さんファンでいらっしゃるんですか。はい、自分も好きで、妻ともいつも車でよく聴いてました。ありがとうございます。ね、本当いい曲でね。そのインフィニティなんとかさんが浮気してるっていうのは。してないです、浮気は。浮気してるってのはご存知でしたか。浮気してません。あ、そうなんですか。そうなんですか、してないです、浮気は。あのね、浮気はね、してないと思うことからが始まりですからね。はい、これ菅原さん、じゃあ彼女にプレゼントされる、奥さんに。奥さんに。素敵だな。はい。そうですか、これ、あの奥さんもこれ頑張ればオールシーズンいけるやつですからね。いや、いけるこれ。これはすごいよ。頑張り次第では。相当あったかいんで。菅原さん時代はその浮気とかそういうのは。何を聞かれてるか、新婚。まだ新婚なのでちょっと。新婚じゃなくて、まだ若いよ。今日は奥さんいらっしゃるんですか。いるんですか。今隣にいます。よろしく。いいね。サプライズバレたね。変わりますか。じゃあ変わりますか。はい。あ、これごとサプライズや。奥さん。もしもし。もしもし、奥さん。はい。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。そのインフィニティ。インフィニティなんちゃらっていうのはどこがいいんですか。めちゃめちゃいいんです。いい歌を歌ってる。そう。二人で不安なんや。そう、ありがとうございます。ね、本当いいサウンドでね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ではね、紗理奈さんのコートぜひお使いください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。プレゼントナンバー4、めちゃイケでもたびたびいじられてきた武田愛用の自転車。
ただの自転車じゃないですから、もうこれはもう僕がめちゃイケと共に歩んできた自転車で、うん、歩みとかまあええけどなんだよ古くは冒険を、お台場合宿に聞いてあげなさいよ、はい、それをプレゼントすることで気持ちのほっこりするんじゃないかなっていうのは、はい、実用的だけじゃなくそんな向こうが決めることやからほっこりするかせえへんか向こうが決めること何も押し付けがましいわそれはそれでも武田の自転車に乗り沈んだ気持ちを吹き飛ばしたいという応募者もたくさんいてまだまだすごい大変な思いをしてる方がいるんだなって思ってはいたけど本当に現場の声としてこういうお手紙いただいて本当に胸がいっぱいですその中で一つ選ぶのは本当に本当に難しいんですけど僕はこの一枚をこの方にと思う選びました熱すぎる武田の思いがすでに乗っかってる自転車で東北の街を走ってくださいさあそれでは早速武田さん電話をお願いしますはい間違わないでね今までええ感じでつながってきてるからなはい途切れんなよここではいそうそう皆さん見てくれてるからいやなそれすごいなやっぱりめちゃめちゃつながってるめちゃめちゃつながってるお願いしますよお長い。え、今野です。今野さんですか。もしもし。はい。まさとくんでいらっしゃいますか。はい。めちゃめちゃ。つながってる。よおめでとうございます。自転車当たりました。今野くん。今野くん暗いぞちょっと。もうちょっと喜んでいいんだぞ。まさとくん。え？びっくりした。びっくりした？え、びっくりした。こんな人はまだね、12歳か。自転車当たったよ。やばいと。え？え？え？嬉しいっす。嬉しいっす。嬉しいっす。少し落ち着いてお住まいを聞きたいんですが、県名と市町村名を教えてもらえますか？宮城県、うん、石巻市はい、ありがとうございます確かに、こんな分でした武田の自転車当たったぞマジかマジだよマジだよマジだよマジマジ大事に乗ってねさあ、それでは今度のメッセージ代読します、はい、お願いしますめちゃイケが大好きで、いつも見ています僕はいつも運が悪いのでめちゃイケの強い運が欲しいです以下どれぐらい運が悪いのかが書かれています1年前の津波でおじいちゃんに買ってもらった自転車をダメにしてしまいましたこれがその1です、はい、その2そしてまたおじいちゃんが新しい自転車を買ってくれましたでも買ってもらって2週間で盗まれてしまいましたついてないね、うん、そして今度はお父さんが新しい自転車を買ってくれましたでも今年の1月5日に車とぶつかりダメにしてしまいましたそうか僕はすごく運がないんです武田さんの運がついている自転車が欲しいですはい、よかったよかった、ねはい、もう自転車大好きですかもしもし今野くんまさとくん今野くん聞いてたんだね急に言うから武田くんまさとくん今野くん今外行っても自転車はないよこっちにあるからまだだよバロてるわまさとくんまあ1代目はね1代目は分かるよ、うん、震災でっていうのは、2代目の自転車は君の自己管理の問題やからなそれは厳しいでしょ鍵かけてた鍵かけてたのはいかけたのに取られたんやひどいな今野くん急に下がったちょっとなんかね、がっかりした思い出をなんか色々思い出したかなそうやろな3代目は3代目3代目3代目をぶつけたんやろ自分で事故やはいなあちょっと上がったちょっと上がった今野くん上がったり下がったりするねでもこれ確実にあれやで武田くんが乗ってる自転車今野くんに当たったぞ今野くん今野くんもういいんじゃない何してんのめちゃイケの大ファンなんで
ですね。あ、そう。毎週毎週楽しみに来てくれて。めちゃイケではあったってことだから。そうですよね。そうですね。めちゃイケでは誰が好きですか？岡村さん。マジか。そうなんです。このダイヤのマスクもあげるわ。そうそう。やったね。盗まれたあかんで自転車。プレゼントナンバー3、ひな形が提供するリングはある人から贈られたものだった。いや、でもこれは、うん、これいただき物なので、うん、仮面ライダーからな。ああ、ライダーから。それはでもちょっと、それはちょっとやっぱりね、僕らもこうタイガーマスクも仮面ライダーには気を使う中、きっと、うん、きっとライダーもいいって言ってくれる。本当に？言ってくれると思います。マジで？やった。東北のために少しでも役に立てるならと快く OK してくれたライダーの気持ちを胸に真剣な雛形。人の人にも本当に当たってほしくて、正直もう選ぶのが辛かったんですけど、これ全部とりあえずライダーには見せたいな思うぐらいの。でもやっぱり、うん、心から応援したいなと思う人をこの方にしようかなと。雛形が届けるライダーリングは東北で永遠に輝き続ける。さあ、それではですね、雛形さん、プレゼントを、はい、渡す方に電話お願いします。うん、ライダーリングだね。ライダーリング、ライダーリング、ライダーリング、これからもまだまだライダーキック戦闘もっと取られへんよね。そうですね、うん、もうライダーじゃないの彼は。もうライダーじゃないです。あ、そう、はい、悪い悪い方の。つながってるですからね。めちゃめちゃつながってる。合言葉しております。つながるか。もしもし。もしもし。もしもし。小野智明さんですか？はい、小野です。じゃあ行きますよ。めちゃめちゃつながってる。おびっくりすんねんな。おめでとうございます。うわーって言ってはった。はい、ありがとうございます。当たったよ。ありがとうございました。ライダーリング当たったよ。ありがとうございます。ちょっともう信じられへんねよかったね。さあ、それでは小野さんのお住まいを教えていただけますか。県名と市町村名、はい。それではですね、こちらで小野さんのメッセージ代読させていただきます。宮城県渡里町です。はい、ありがとうございます。はい、それではメッセージを代読します。めちゃイケには生きている喜びや楽しさをもらっています。今回私は雛形さんの指輪を結婚するつもりの彼女に婚約指輪としてプレゼントしたいです。津波で家が全壊し、現在仮設住宅に暮らしています。震災がなければ普通に婚約指輪を渡し、結婚式を挙げて新婚旅行にも行っていたと思います。しかしこれからの2人の将来を考えて、お金のかかることはやめようと話していました。彼女は仮面ライダーブレイドの天野光成さんのファンでもあり、今回の指輪は一生の宝物になると思い応募します。そして皆さん、次に注目、はい、また来週の3月10日、つまり今日です、はい、彼女の家に結婚の承諾をもらいに行く緊張の日となってきます。どうだったの？小野さん、はい、小野さんどうだったの？そして無事了承いただきました。やったじゃん。ありがとうございます。プレゼントナンバー7、浜口が乗せられて買った FAT のフルコーディネートの左。寂しいな。左もいる。当たり前、本田圭佑なんか前両方にしてるやないか。なるほど、なるほど。事情を全く理解していない浜口。浜口さん、単細胞でよかった。あ、出ない。じゃあこれ買います。ありがとうございます。いや、僕好きやねんな。僕好きやねん。値段も見ずに企画を理解し、メッセージを読む浜口は東北の方々の気持ちを実感。皆さん、おしゃれしたいんですね、やっぱね。自分で着たいっていうのもいっぱいあるんですけども、人に
送ってあげたらサプライズでまたプレゼントしてあげたいっていう思いやりのあるのがいっぱいあるなと思いましたね。その中からこの人もなんかプレゼントしたいみたいです。はい、そうですね、洋服楽しいですからね。東北の中でもつながる笑顔のプレゼント、手に入れるのは誰だ。それでは浜口さん、プレゼントを送る方、順番お願いします。行きましょう。間違えないよ、数字。絶対間違えないよ。お前算数苦手やからな。お前バカなんだから間違えんなよ。なんで親指で押してんのよ。慎重に押してます。負けた。はい、言葉はつながっている。つながってくださいね。もしもし。もしもし、浜口ですけども、清水さんでしょうか。はい、そうです。あ、めちゃめちゃつながってる。いやさっそく清水さんの応募メッセージ代読します。こんばんは。めちゃイケは子供の頃からずっと見ています。何年経っても面白いです。1年前の大震災後、夫は消防士として毎日休みなしで負傷者の救助や行方不明者の捜索を頑張ってくれました。あの時、夫が仕事をする姿を初めて見ました。本当に頼りがいがありかっこよかったです。しかし休日になると何も考えずに着ました風の上下色違いのジャージという絶対ありえない格好をしてこたつに突き刺さり、一日中顔も洗わずゲームをし続けるのです。はっきり言って冷めます。なんでこんなにだらしないおっさんと結婚したんだろうと自分を責めます。たまにはおしゃれな服を着た夫と出かけてみたいのです。浜口さんが着ていた服とってもかっこよかったです。おしゃれでした。消防士の夫にもあんな格好をしてほしいのです。このままでは愛の炎が鎮火寸前です。どうしました？あ、プレゼントしますよ。あ、今日旦那さんは？もしもし？隣に。あ、隣にいますか？突き刺さってますか？こたつに。ね、かっこいい服着て、はい、2人出かけてください、ね、はい、ありがとうございます。撮ったどうっていうやつやって、やって見てはるから、見てはるから。ちょっと待っててください。あれ、撮ったどうって服、当たったどー。はい、ありがとうございます。プレゼントナンバー13、重森が先週まで使っていたお気に入りの洋服ダンス。もう6年使ってて、6年ダンス、6年もんやん、はい、東京上京するときにお父さんにお願いして、うん、6万円で買ってもらったんです。かっこいい、めっちゃ高い。苦手な感じに苦労しながらもタンスの希望理由やメッセージに目を通したが、読むのに必死で選ぶの忘れてたんですけど、すごいみんな一生懸命書いてくれて、もう一回読み直してちゃんと決めました。この子にタンスをプレゼントしたいと思います。タンスの中身は空っぽでも重森の気持ちはぎっしり詰まっています。さあ、まだ電話がつながっているようです、ね。です、はい、本日僕に続いて2人目の滑りが出ました、ね。はい、シーンとしましたね、まあ、そこで、はい、さあ、それでは重森さん、はい、プレゼントを渡す相手に電話お願いします。わ、はい、かりました。頼むぞ。はい、間違えように。嬉しいよね、言うたらあかん。番号は言わないように。はい、番号言うたらあかんで、ね、出ましたね。重森、本当間違えんのよ、うん、意外に難しい、うん、気をつけて、はい、間違いの速やかにね、はい、はい、はい、言葉はお願いしますね。かかりました。かかりました。かかりました。出るか。今野さんでしょうか。はい。ちょっと待って。あ、合言葉。いきますよ。めちゃめちゃ、はい、つながってる。やったー、さやかちゃんおめで
それでは今野さんのメッセージを代読させていただきます。はい、この1年間めちゃイケの皆さんにたくさんの笑顔と感動をもらいました。今は陸前高田市の仮設住宅でいつもめちゃイケを見ながら頑張っています。ただ津波で家具が全部流されて支援物資を詰めていた収納ボックスをとりあえずタンスとして使っているのですが、プラスチック製で透明なので下着を収納しても透けて見えてしまうんです。ただでさえプライバシーが確保できない仮設住宅ではちょっと恥ずかしいので、可愛くて見栄えのいい重森さんのタンスが欲しいです。めちゃイケ最高。いやーそうか、今野さん透明のボックスなんや。はい、ね、全部透明です。これはもう決まってるから、このタンスな、重森さんな、はい、下着入れんのどこやったっけ。下着はここです、ここです。今野さん、ここに下着しまってください。え、じゃあ重森さん、重森の場合でしょ。あそこに、はい、はい、あそこにお願いします。今野さん、いつもめちゃイケ見てくださってるんですか。はい、毎週見てます。あ、ありがとうございます。本当にびっくりした、電話かかってきて。かかってこないと思ってました。あ、かけたのよ。かけたよ。それはびっくりするわな、ね、そう、下着だけじゃなくていっぱい入れれるからね。そう、何でも入れたいものを入れてください。入れたいものを、ね、そらそうや、まあ、そらそう、ね、入れたいものを考えるよ。そうか、透明やとは知らなんだね。ボックスがね、それ入れにくいわ、ね、あとメンバーにメッセージ直接今なら言えますので、はい、何かありますか。これからも頑張ってください。いや、頑張ろう。ありがとうございます。頑張らせてもらおう。ありがとうございました。もう1時間ぐらいしかない。はい、どんどん参りましょう。行きましょう。続いては有野さんのプレゼントです。まずはこちらの VTR ご覧ください。プレゼントナンバー15は別番組の収録中で何も準備できなかった有野に代わり、あのプロデューサーのカンです。カンさん、はじめまして。カンプロデューサーが番組でキープしていた 3DS を提供。えぇ、ー、10台、カンさん、喜ぶわ。たまんなわけ。俺来るとか持ってへんで。カンさんも今グーンやったわ。あれ、うちの味方ちゃうの。いらっしゃるわ。カンプロデューサーに救われた有野のもとにはちびっこからの応募が多数届き、絞りきれないんで大体合計したら20人ぐらいになるので、カンさんに言ってもう10台出してもらおうかなって思うんですけど。ちょっとだけボケてみた有野に対し、相方の浜口から本気の注意が。分かりました。それなくてもお前ケチ言われてるんだよ。やばいね。ネットでケチって大騒ぎになった。ケチちゃうわ。有野はさておき、カンプロデューサーの強い思いが東北へとつながる。嬉しいね。ほら見てみ、もカンさんも応援に駆けつけてくれてるの。カンさんですよね。繋がるのはいいって。確かカンさんですよね。カンさん出ますよ。カンさん出ますよ。いいですよ。それでは、なんでカンさんが繋がってるの。カンさん、ちょっとこっち来て。カンさん、カンさんが、明日カンさんでしたよね。あなたカンさんでしたよね。カンさんいてよ、ここに。カンさんすごいね。カンさんすごいよ。カンさん生放送に動じない。すごい。カンさん、今日の日のために散髪してる。ありましたよ。もしもし。もしもし。つながった。繋がってる。高橋さんですか。はい。お、いきますよ。めちゃめちゃよーよー、カンさん、イエーイ、カンさん、イエーイ、カンさん、やったじゃん、イエーイ、やったよ、イエーイ、高橋くん、嬉しい。高橋くん、10歳の男の子です。ええ人に当たってや、また高橋名人になるかも分からへんや。高橋くんの応募メッセージを代読しますね。これは実はお母様が書かれたものだと思われます。息子は有野さんが大好きで、
いつも有野さんが出ているめちゃイケやゲームセンター CX を楽しみにしていました。今回の震災で実家は被災し、宝物だったお台場合衆国で買った有野さんのグッズや DVD、ゲームも全て津波でなくなりました。もちろん息子にはとてもショックだったと思いますが、父親の会社も流され経済的に厳しくなったことを子供なりに考え、何々が欲しいと一切言わなくなりました。ところが1年が経ち、有野さんのプレゼントを見て、震災後初めて自分のものを欲しいと言った息子を見て応募しました。実は岡村さんが大好きな母親は我が子を何度も疑って聞いたことがあります。岡村さんじゃなく浜口さんじゃなくと。でも息子は頑固一徹、有野さん一筋です。めちゃイケで大爆笑し、有野さんの出番を楽しみにしている息子は、有野さんの絶妙なツッコミにさすがだと尊敬の念すら持っています。27時間テレビも有野さん見たさに頑張って起きて見ていました。あまりにもいろんなものを失いすぎたけど、せっかく助かった命、負けずに生きていきます。これからも楽しみにしています。 PS、 岡村さんの病気も乗り越え、さらに面白くなっためちゃイケ、最初は嫌いだった福徳も今は大好きになりました。いや、今大好き、大好きになったんだよ、大好きになったんだよ、読みたらよかった。だから家族のみでめちゃイケのファン、最初嫌いやっただけ、今は大好き、今は大好き。でも絶対福徳よりも菅さんの方が好きやと思うね。もしもーし、続いてる、やっぱ足んないですね。有野さん、じゃあ、残り10台も起こります。全部で20台にします。有野が出すんか、それは当たり前の、出せお前が。ケチじゃないってとこ見せろ。そうや、もっと出せ有野。一クラス分出せ、一クラス分。東野くんのクラスごと、あの学童クラブによってそこに人がいっぱいおるので、でそこに20人以上おるって言ってる。何人？20人以上。20人以上。30ぐらい送ろう。じゃあもう30送っとったら間違いないよ。人数分全部送れ。じゃあ人数分全部送ります。イエーイ。プレゼントナンバー14、その中のバッグとそこから出てきた意外な持ち物、 iPad2。 去年なんですけど、中島さんが操作してたんですよ。持ってんな中島 P。 それ見て、かっこいいなと思った。そうなの。え、買った。ちょっと、いや、無理して。サンちゃんから iPad なんで。なんで言うてくれへんかった。iPad 見てーな。メッセージには iPad 2はもちろん、サンちゃん愛用のバッグに関するものも多くあり、幸運のバッグと言っていただいて、その力を借りて絶対にもう一度そのふるさとに帰るっていう思いを強く書いてくれてたんで、この人に僕は決めました。ピカピカの iPad 2とボロボロのバッグが今宵東北に幸せを届ける。さあ、それでは神中さん、プレゼントを送る方、電話をお願いします。はい、頼むよ。間違わないよね。落ち着いて、大丈夫？はい、すごい緊張してるね。新型の iPad 出たけどな、一数字ごと。合言葉はつながっている。そう、つながってる。お願いしますよ。大きい声出しても大丈夫。はい。あれ？電話つながるかな？あれ？ならない。こちらはNTT ドコモです。おかけになった電話は電源が入っていない。電波の届かない場所にあるため、一回切ろう、一回切ろう。今移動中かもしれないから。何かもしれない。もう一回かけてごらん。ここに、こちらにかけてみますか。こっちにかけ、こっちにかけ、こっちにかけ、じゃこっちか、こっち。そうですね、じゃあちょっと違う番号にかけてみますか。こっち、そのまま同じ番号で。はい、1、間違ってたかもしれないし、それは当時ね。緊張に。おっと、スタッフがうろうろしだしたぞ。うろうろしだしたぞ。
いや生だからね。そうだね、うん、落ち着いて。ご自宅にいらっしゃる。まだだよ、まだ分からないの。はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。秋元直樹さんですか。はい、キーワード、合言葉、すごい、はい、めちゃめちゃ繋がってる。うわはい、秋元さん、はい、見てましたテレビ、はい、見てくれてた、はい、ありがとうございます。それでは秋元さんのメッセージをまずは代読します。はい、めちゃイケは小さい頃から大好きで見ています。今回東北に向けての企画と知りすごく嬉しかったです。僕は 3.11 まで福島第一原発のある大熊町に住んでいました。でも今はふるさとに住めなくなりました。そして友達もみんな全国各地に散らばって離れ離れになってしまいました。そこでサイチサンちゃんの iPad 2を使って友達とビデオ電話をしたいと思います。またこれはサンちゃんがバイトして貯めたお金で買ったということでもらって嬉しいし大事に使えると思いました。そしてもう一つの新メンバーオーディションを突破した時に身につけていたカバン、いわゆる幸運のバッグの力を借りていつの日かふるさとに絶対帰るという思いを忘れずに生きていこうと思いました。でもプレゼントが当たらなかったとしてもめちゃイケはこれからもずっと見ていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。秋元くん、はい、今どこにいるんですか。今ですか。はい、今東京ドームですね。東京ドーム、どういうこと。なんか笑ってるよ。何してんの東京ドームで。親善試合が裏番組裏ってやってますよね今日。野球、親善試合、裏、あれじゃ TBS つけたら秋元くん映ってるわけそうですね。いろいろ繋がってあれやろ、チャリティーマッチやろこれ。野球見に行ってんねや。君すごいよな。審査員の太田のにチャリティーマッチ見に行ってちゃんとチャリティーしてんねや。そうですね。それで見れたんやテレビ。はい、ワンセグかなんかで。そうですね。ワンセグが。すごいや。そうです。ワンセグで。ワンセグで見てたんだ試合見ながら。すごい。そうですね。ワンセグで見てました。相当な量のことしてるよね。すごいね。どっち勝ってんの本で。日本対台湾どっち勝ってんの。今ですか。今日本勝ってますよ。若干それはなんか流れるよ。名前がしょうがない。プレゼントナンバー9、川村が自信を持って提供する書きやすいペンというのも、私あの文房具好きじゃないですか。知らない。すごい探して、すごい探して見つけて、はい、あのペンとかもノート1枚真っ黒にすぐできるんです。村の文房具を愛する気持ちは東北にも届き、意外にも多数の応募が。まさか書きやすいペンにこんなたくさんの応募をいただけると思ってなかったんで本当にありがとうございます。でその中でも全部あの読ませていただいたんですけども、ペンも喜ぶ感じで使ってくれる方にあのプレゼントしたいと思います。この書きやすいペンで書いた文章でまた新しいつながりを作ってください。さあそれでは川村さん、プレゼントを送る方へ電話をお願いします。川村さんがそんなに文房具好きとはね、全然知らない。すごい喋りますからね。すごい喋る。よかったですね。いやこれでも時間3時間ぐらいあったらよかったのに ねもっともっと皆さんのお話したかったけど時間がないから。そうね。かかってよ。もしもし、あ、小野寺さんでしょうか。はい、あ、めちゃめちゃ繋がってる。ちょっと急にボリュームがボリューム下がったけど、ちょっと大きい声出して。あ、大きい声、はい、うん、
小野寺さん、はい、見てくれてましたか番組。はい、見てます。文房具大好き。大好き。一緒になる。小野寺さんの応募メッセージ代読させていただきます。3月11日に震災が起こってからずっと停電でした。およそ1ヶ月後電気が復旧して初めて見たのがめちゃイケのバカって言ったらバカっていう春のスペシャルでした。ものすごく面白くて久しぶりにテレビを見られたことが嬉しかったこと、頑張っている岡村さんを見て思いっきり笑ったことを覚えています。でも実は10歳の娘と私はタンポポの大ファンなので川村さんのボールペンが欲しいです。そして将来そのボールペンを使うたびに娘が震災のことを思い出すように願っています。いやんか、大ファンやって、タンポポの。あ、嬉しいです。あの娘さんは新聞のテレビ欄で、はい、タンポポの名前を探すほどの大ファン。わー、やだー、タンポポ嬉しい。逆になんか元気もらっちゃいます。川村さんのこと好きなの？あ、今ちょっと変わりますね。はいはいはい、娘さんに、娘さんにね。あ、10歳だね。直接もしもし、もしもし、もしもし、あ、川村です。ありがとうございます。大きい声で喋りなさい。どっちが緊張してるの？川村さんと今喋ってますよ。あなたの大好きな川村さんですよ。はい。どこが好きなの川村さんの？顔です。顔が好きか。そうか。プレゼントナンバー8、白鳥のトランペット。一見意外な持ち物だが実はあの中学の時吹奏楽部でトランペット吹いてまして。そうなんだ。はい、やっぱあの震災に遭われたとこ、うん、楽器がなくなっちゃってる子がいるって結構聞いてます。そうね、そうなんだね。本来ならねちょっと吹いてもらうんだけど、まあ吹かなくて今日はいいけど。分かりました。メンバーで唯一東北福島出身の白鳥は特に思い入れが強く、本当にトランペットが必要で欲しいっておっしゃってる方ばっかりだったので、本当は皆さんに差し上げたいぐらいなんですけれども、この方に差し上げたら本当に大事に使ってくれそうだなと、ちょっと力になれそうだなと思ったのでこの方を選びました。今一度白鳥のトランペットが東北の空にその音色を響かせる。川村さん、タンポポファン の, あの10歳の子にあのズベベベベいうやつやってあげて。ああ、じゃあ前回で いきます。スペペペペ。ありがとうございました。よかったです。タンポポファンだって。ああ、嬉しいです。本当嬉しい。ありがとうございます。それでは、はい、白鳥さんがプレゼントを送る方に電話をお願いします。はい、来ます。嬉しいね、10歳でさ、ね、今のところ全部つながってる。全部つながってるね。皆さん合言葉もねちゃんと確認してくださって、つながってる。これも今風の言葉で言うなら持ってるっていうことちゃう。いや本当だね。うん、うん、もしもし、はたのあんなさんでよろしいですか？はい、はい、お、合言葉いきますよ。はい、めちゃめちゃつながってる。ありがとうございます。それでは早速畑野さんの応募メッセージを代読させていただきます。めちゃイケメンバーの皆さんが私たちのためにこんなにたくさんものプレゼントをしていただけるということに感動しています。私は高校で吹奏楽部に入っていますが、震災で多くの楽器が壊れて使えなくなってしまい、現在も他の高校から楽器を借りて演奏している状況です。私が通っている南相馬の原町高校は原発から25キロ圏内で生徒数が半減してしまいましたが、3月11日は吹奏楽部で演奏会をする予定です。原町高校を元気づけるためにも同じ福島出身の白鳥さんのトランペットが欲しいです。ありがとうございました。よかった、明日みんなで吹くんや。はい、よかったね。はい、びっくりしてる？はい、してます。
ったやんか。トランペ何をやってんの吹奏楽部では。今はサックス吹いてます。サックス。あ、出た。そのサックスは自分のサックス。違います。僕もね、この白鳥さんの昨日ファックス読ませてもらって、ぜひ僕のサックスもプレゼントさせてもらいたいなと思って、俺らが福島にエールを送りたいと思います。サックスさんに振りちゃった。どうなってんの。シアトルさんもコラボや、コラボや。わけわかんない。コラボしてんのこれ。うるさいな。だけだ。いや、明日の吹奏楽部の演奏に間に合うと思うよ。今からもう持っていったら。そうですね。なので私明日トランペット持って演奏会行きます。おお、やったじゃん。アンナちゃん待ってて。行っちゃうからね。ちょ、お前なんでそんな吹くの。うるさいやん。楽器が足りないって言うもんですから。もうそんなんええのよ。わかりました、すいません。なんで急に熱くなるのお前。わかりました、すいません。楽器が足りないって言うもんですから。さあ、今粒にもね、たくさんのご意見寄せられております。ありがとうございました。そして皆さん、はい、ちょっとお気づきの方もいるかと思いますが、実は今日このスタジオ、アツシさんがいないんですよね。実はアツシさん、神戸でファッションショーの仕事があるということで、はい、今日は神戸に行っております。神戸から東北に。そうですね、呼びかけてくれるんですが、はい、ファッションショーの仕事先ほど終わって近くのホテルに到着したようです。あつしさん。あつしさん。はい、聞こえますよ。どうもどうも。聞こえます。あ、どうこんばんは。すいません、僕遠くからで。いや、いいけどさ。なんか髪型がちょっと、どうしたの。あの、TOKIO のリーダーみたいな髪型してるけど。ちょっとファッションショー終わりなもんですから、すいません、本当に。そうなんだ。こっちで今つながっていってるのは、はい、だから淳もこう神戸から東北につながっていってほしいのよ。はい、はい、さあ、それでは分かりました。淳さんのプレゼント、はい、まずはこちらの VTR ご覧ください。はいはい、お願いします。プレゼントナンバー10、トップモデルアツシ愛用のシューズ、ジャケット、時計をセットで。これなんていう靴。ジョルジョアルマーニです。アルマーニ。何年か前に買ったやつなんですけど。あ、そう。これももらおうね。これもセットだから。あ、セットですか。うん、なんいや、なんでもないです、はい。え、バッグはもう想定外。想定外でした今。大御利用の中に自分ではなく周りを気遣うメッセージを数多く見つけた敦氏は、みんなで元気になろうっていう気持ちがあるのも知りましたし、熱いメッセージを知りましたし、僕のプレゼントをぜひこの人に送りたいと思って、この人、僕は決めました。東京にいなくてももちろんつながる絆、モデルセットは誰のもとへ。プレゼントを送る方、電話をお願いします。お願いします。はい、わかりました。はい、電話します。今まで全部つながってるからね。成功してますよ。つなごう、つなごう、つながっていきましょう。つなごう。やったよ。お願いしますね。つながってるくださいよ。はい、つながってる。つながって、あれ大丈夫かな。出て、出て、つながって、アツシ、あなたですよ。出て、出て、出て、アツシ、アツシ、お願い。ただいま、アツシ、アツシ、もう一回かけてみ、もう一回いきます。もう一回、そう、再度チャレンジします。オッケーオッケーオッケー。落ち着いて、落ち着いて、ちゃんとゆっくり。はい、わかりました。ごめん、さっきなんか変なラッパの乱入者あったから。ラッパの変質者じゃない。ちょっと空気変わったから。そのせいですかね。ラッパの変質者じゃない。白鳥です。ボケ高さよ。出て。出てしたから。どうぞ。もしもし。もしもし。斉藤さんでいらっしゃいますが、斉藤未来さんですか。はい。合言葉。合言葉いきますよ。はい。
めちゃめちゃつながってる。よミライちゃん13歳なんですが、応募メッセージを朗読します、はい、私は福島県いわき市で被災し、兄と2人で兵庫のおばあちゃんの家に避難しています。両親は仕事のため福島に残らざるを得なかったので、1年間兄とおばあちゃんの3人で過ごしました。その間におばあちゃんが入院した時、お兄ちゃんは大学受験で忙しいはずなのに、食事を作ってくれたり家事をしてくれたりして私の面倒を見てくれました。転校してお互い不安な1年を支え合いながら過ごしてきましたが、そのお兄ちゃんもこの春高校を卒業し大学へと進学することになったので、そのお祝いにかっこいいあつしさんのトップモデルセットをプレゼントしたいと思って応募しました。優しいですね。お兄ちゃん背でかいのかな。そっか、はい、大きい、まあ、何センチ。180センチ。じゃあ十分いけるわ。じゃあ合いますね。そうですね、うん、いけるよね。そして、はい、あの今未来ちゃんはあの兵庫の姫路にいらっしゃるんですよね、はい、うん、そうです。ということは近くね、近いやん。さあ今神戸ですから、はい、近いです、近いです、はい、届けてはどうでしょうか。あつしがあの姫路行ってそのまま届けたらいいじゃない、はい、うん、おわ届きますよ。じゃあミライちゃん待ってて、はい、ちょっとびっくりしながら、びっくりしながら OK ですね。ごめんね、おわちょっとなんかラッパの演奏者が入ってきて喜ばしなくていいやんね。その演出者がね、ここから喜んでお届けしますんで、はい、アツシが届けてあげて実際に。はい、はい、届けます。ミライちゃんも大丈夫なのかな。ミライちゃん明日、うん、明日大丈夫ですか。明日何してんの姫路で。大丈夫です。大丈夫です。アツシが持っていきますんで、お兄さんにぜひプレゼントしてください。持ってきます。よろしく言うといてね、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。お届けします。プレゼントナンバー5、宝物を自慢し合う嘘番組とは知らず持ってきたシャネルのバッグ。あらら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 、これあれなんですよ、はいはい、40歳の時に、ええ、あのご褒美と記念で買ったやつです。ほうほうほう、自分のご褒美に。そう、あっち、うん、本当に40歳から生まれ変わろうと思って、ほう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 、デートの時に使おうと思って。ああ、骨格の時に取ってやるんですね。上がってきた、ちょっとかけてみてください。あ、これね、違うんですよ、こうやってね、わざとね、ダサめに感じで、ちょっと逆にやぼったおしゃれみたいな。やぼったいけど、やぼったいけどおしゃれみたいな。よう見たらおしゃれで、シャネル。自分へのメッセージを読む三浦の涙腺は緩みっぱなしで、うん、いろいろ考えまして、私はこの方に決めました。うん、出てくるのは言葉ではなく涙。もうちょっとしゃべろ、もうちょっとしゃべろ。涙を拭いてしっかり決めた三浦の思いがつながる先は。さあ、それではプレゼントを送る方へ電話をお願いします。はい、ちょっとラッパ見切れてるから、ちょっとそっち行っといて。なんでラッパそこ置いてんの。ラッパが見切れんの。また何かあるんですかね。ラックスも持ってもったらええやん。さあ、つながってる？勝ってる。あ、もしもし。あ、山影さんでしょうか。あ、はい。あ、めちゃめちゃ。つながってる。つながりました。山影さんは実は三浦さんとすごく縁があるということで、メッセージを代読させていただきます。私はめちゃイケの皆さんの絆を信じています。というのも、震災から3ヶ月が経った去年の6月頃、当時3歳と1歳の息子に新幹線を見せるために駅に行った時、仕事で岩手にいらっしゃった三浦さんを偶然見かけました。
我が家は昔から光浦さんが好きだったので思わず声をかけてお話をしました。たった5、6分ですが、当時主人が行方不明になっていたことや寂しがる息子たちの気分転換で新幹線を見に来たことを話すと、光浦さんは息子の手を握り、そうなんだと私の話を聞いてくれました。その優しさにすごく心が温まったことを覚えています。ただその偶然の出会いから時は過ぎ、震災から1年の月日が経って、世の中の皆さんの記憶から私たちのことが薄れてきている感じがありました。でもそんな時、このような企画を知り嬉しかった。めちゃイケの皆さんの心の中には震災の記憶が残っていて嬉しかった。遠い田舎ですが、機会があればいらしてください。私たち親子が元気に暮らしていますよ。すごい偶然。あったことあるんじゃん。そうなんですよ。これ中学に行ったんですよ、釜石の。でその時にゆってぃと人力車の若手の、池田君と3人でちょっと面白いことを やってくださいっていう、あの中学生のね、その時に駅で会ったんですよね。それでその時にうちらも不安で、そんな笑ってくれるかなって言ったら、応援してくれたんですよ。頑張ってくださいって言って、大丈夫ですよって言って、だけどその後報告があるんですけど、ゆってぃは受けたんですけど、私ちょっとどん滑りしましたよ。すいません、その報告をしなきゃと思ってて。大丈夫ですよって言っていただいたんですけど、光浦滑ってしまいました。久々にショートコートしたら中学生の前で緊張しちゃって。しょうがない、そういうこともあるよ。山影さん、はい、その時本当に光浦さんに優しく話を聞いてもらって、すごく心がこんなもんだというか、そうだったんですよね。はい、そうなんです。話を聞いてくれるだけで、そういう存在だったっていうことですよね、光浦さんの優しさ。光浦、顔はあれですけども、心がすごい綺麗なんですよ。もう、はい、ここからそれがにじみ出てました。そうですか。いやー、よかった、こうやってね、お会いできて、プレゼントを渡すことできて。昔からめちゃイケファンでいらっしゃるんですか？はい、そうですね。主人がまだ来てた頃によく一緒に見てたので、申し訳なかったんだけど、震災後はなかなか見れなくて、だけどここ最近ようやく見れるようになって、3歳の、今4歳になるんですけど、その息子も岡村さんのおかざえる見てすごい喜んだりとか、ありがとうございます。またやってください。はい、いつでも4年に1回おかさえりやります。やります。光浦さんのバスもぜひ買ってください。時間がゆっくり喋りたいですけどね、皆さんと時間がないです。もう30分切りました。そして残りは4人ということで、はい、これからまたどんどんプレゼントしていこうと思います。そうですね。さあ続いてはですね、はい、3人まとめて大久保さん、そしてジャルジャルの後藤さん、福徳さん、どうぞこちらへ。まとめしましたよ。なんですね、時間か、はい、時間です。1人3人まとめて、とりあえずまずはプレゼントランバー6。大久保が人からもらって使い続けているバッグと財布。これでもあれですよ。え、雛形あきこさん、あの雛形あきこさんから。噂の。さらにもう一つ財布つけましょう。みゆ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 伊藤あさこにもらったんです。あ、代々いろいろもらってますね。比較的もらいやすいタイプなんでね。続いてプレゼントナンバー11。分かる人にはその価値が分かるというジョン・レノンのフィギュア。これも何がすぐかって言ったら、喋るんですよ。なんか言うてん喋るんですよ。ええやんか。これ本当に大事な、僕持ってるグッズの中でも一番大事な。いや、ビートルズファンいっぱいおるからな。そうなんですよ。そしてプレゼントナンバー12、あまり見かけないスチール製の棒が2本。これは一体何なのか。いや、気持ち悪い。違う、宝物を持っていてって言われてたんです。宝物を、だから宝物を持ってきたんですよ。これ何なの。僕は高校の時ラグビーやってまして、鎖骨を2回折ったんですよ。で2回手術して、2回ワイヤー入れて抜いてるんですよ。そのワイヤーです。これが入ってたんや。これが入ってたんや。僕の宝物
ことなんですよ、これは、マジで、これはいらんわそんな3人の宝物にもメッセージが寄せられ、それぞれが真剣に目を通していたところ、ディレクターから一つお願いが。お三人に関してはちょっと預けていただけますか。いやいや、選びましたよ、当たりますよ、ちょっとそこを預けてください。あの、それは誰に差し上げるかを預けていただけると。これまでとは違う流れに戸惑う3人。いや、任せるってことですか。まあ、はい、いや、あげたいな、この人に。うん、私もあげたい人決めたんですけど、今2人に絞れたんですけど何やら理由があるらしいが、とにかく東北とはつながるのか。うん、どういうことですか、これ。どういうことですか。お三方の共通点がありまして、まあ、あの4番通の応募の中、大体最低でも500通以上それぞれ来たんですね。しかし、このお三方は100通以下。100通ないねんって。100通に満たなかったんですか。喋るお人形さんも順平の、はい、100通以下です。まあ、服とくのは分かるよ、ただの棒やからな。うん、こういうとっては大事なんですけど、確かに分かる、世間の皆様そういうの。ちなみに岡村さんは1万5000円。おっ、ね、いるもんやから、ものがちゃうから。服とくのただの棒やから、僕の方めっちゃ大事なんですよ。大久保さん98通。あ、惜しい。あ、惜しい。僕の方62通。福徳が44通。お前はただの棒やからな。本当にもう少し早く言ってくれたら、僕大事なもの持ってきたんで。そうなんだ。本当は宝物持ってきただけなんで、僕は。宝物。でもそんな中でも欲しいって言うてる人はいるわけだから。そこで斬新なスタイルで電話を一気につなぎたいと。斬新スタイル一気に、はい、ごちゃごちゃします。それでは皆さん、それぞれ電話をかけていただけますか。確かに同時でできる。はい、できるんです。かけよう、とりあえずかけよう。スタッフが B に選んで決まっております。混戦とかしますね、これ。同時にかけてください。大丈夫かな。どんな人が棒欲しいですかね。福徳さん、福徳さんの棒大事な棒なんだ。意外とジョン・レノンの人気なかった。意外でしたね。意外やな。めちゃめちゃ来てると思って。はい、誰が出た。もしもし、あれ、誰が繋がってる。誰が私繋がってます。もしもし、もしもし、あ、え、誰が使うの。武田さんの武富さん、福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 富さん、何このテレフォンセンターシステム。ちょっと待っておいてください。繋がってました私。もしもし。もしもし。誰これ。お名前を。あ、お名前、吉田さんですか。吉田真美です。ああ、繋がりました。繋がった。もしもし。大久保さん繋がった。順目。もしもし。もしもし。あ、武田さんですか。はい、そうです。繋がった。ちょっと待ってください。じゃあ、一人ずつ。はい、福富。福富。繋がったね。私からじゃあ行きますか。大久保さんから合言葉お願いします。行きますよ。めちゃめちゃ。つながってる。はい、ありがとう。そして順平。めちゃめちゃつながってる。はい、順平、オッケー。福富。福富。めちゃめちゃつながってる。よかった。やったやった。あんまり白鳥を応募してきた。マジですか。すごいな。名前も覚えてる。さあ、それではですね、まずは。大久保さんがつながりました。はい、吉田さんのメッセージを代読します。はい、毎週楽しみに見ています。特に大久保さんの飾らないところがめちゃめちゃ面白いと思います。でも私も母も伊藤麻子さんのファンです、うん、ちなみに父が雛形あきこさんのファンです。だから今回の伊藤さんの財布と雛形さんのバッグがもし私たち家族に当たったら一生宝にします。なるほど。あらららら、うん、吉田さん、よかったよ。吉田さんです。吉田さん、大久保さんの何か欲しいもんないんですか。大久保さん何もいらない。私の何か欲しいですか。吉田さん、今やってる時計が欲しいです。あれ、見つけました。大久保さんどうします。欲しいですって吉田さんが。これね、私自分の誕生日に毎回自分にプレゼントする時計なんですよ。20万ぐらいするんですけど。それを
あげましょう。さあ続いて後藤さんへの、メッセージ、武田さんですね、メッセージを紹介します。自分も後藤さんと同じザ・ビートルズファンです。部屋にもザ・ビートルズのポスターを貼りまくりで、実はずっと前からこのフィギュアの存在を知っていて、いつか欲しいと思っていたので、後藤がこれを提供した時はびっくりしました。自分は今までこういうテレビのプレゼントに応募をしたことはないのですが、今回のめちゃイケメンバーの皆さんの気持ちに感動して参加しようと思いました。でもまあなんだかんだでジョン・レノンのフィギュアっていうのが大きいのです。もはや後藤のファンではないのですが、ザ・ビートルズファンとしてジョン・レノンファンとしてこれを選ぶしかないだろうと思いました。ザ・ビートルズ最高。そしてめちゃイケメンバーの皆さんにもメッセージです。めちゃイケメンバーの皆さん、毎週楽しく番組を見させてもらっています。ところで後藤はザ・ビートルズの曲は何が一番好きですか。自分はカムトゥギャザーです。よかったら教えてください、はい、後藤はね、インマイライフが好きです。あ、自分も好きです。あ、よかったですか。武田さん、ビートルズ最高なんですか。あ、もう最高ですね。最高、はい、よかったですね、フィギュア当たって。いや、本当嬉しいです。いや、よかったです。他に何か欲しいもんないですか。他、いや、後藤からレコードとか。まあ、ええか、もう後藤のいらんか。いや、ありますよ、差し上げますよ。後藤なんかビートルズの他のグッズねえの。デジタルリマスターされたビートルズのアルバム全部持ってるんですけども。あ、自分も持ってますね。あ、持ってます。後藤、ビートルズ、じゃあちょっと時間がないので福徳さんの、瀬谷さんのメッセージです。福徳ですよ。福徳か。目に見えない放射能にどうしたらいいか分からず生活しています。一瞬でもいいから頭の上のモヤモヤを笑いで吹き飛ばしたい。さて、多分この福徳さんのワイヤーを希望する人は少ないと思います、うん、使い道がありませんからね、うん、でも我が家ではあるのです、うん。キッチンの食器収納の観音開きの扉から普段あまり使わない大皿が飛び出して割れてしまいました。開かないように何か使い棒をしたいんですが、長すぎても短すぎても太すぎてもダメ。福徳さんのワイヤーがそれにぴったりなようなのです。すごい。そして岡村さんにもメッセージです、はい、岡ちゃん元気になってよかったよかった。ありがとうございます。体に気をつけてね。歯磨いておしっこして、右見て左見てよく手洗ってうがいしなさいよ。元気でね、というありがとうございます。60歳の方から、ありがとうございます。60歳の女性の方から。瀬谷さん、瀬谷さんがイメージしてるのこういうことでいいんですかね。このパネル、ここに入ってる棒を。いや、ちょっと待って。そうです、そうです。こういう使い方みたいですか。これちょうどいいですわ、ね、この棒、はい、使えばな。うそー、ありがとうございました。12年間保管し続けた大事なワイヤー。いいじゃん、いいやんか。うわー、るんだもん。これでも瀬谷さん、瀬谷さん、これただの棒だけではちょっとね、瀬谷さんに申し訳ないなと思って。はい、やっぱ最近ちょっとね、なんか福富が、福徳です。福徳がなんか、はい、いいカバン、いい、なんかぜひプレゼントしたいっていうことなんですけども。福徳のカバン、そうなの。ガリピー、ありがとうございます。あら、これ誰だか持ってるガリピー。あ、いいじゃん、これな、ブランドのいいカバン。嘘、これ福徳、若手芸人らしからぬ。見てくださ、はい、なんやこれ、なんちゅうやつや。これルイ・ヴィトンです。ルイ・ヴィトン、はい、これ使ってるやつ。これ、はい、ありがとうございます。これラストのプレゼントです。ラストですね、はい、はい、岡村さんのプレゼント、まずはこちらの VTR をご覧ください、はい、お待たせしました。プレゼントナンバー17、岡村の愛車日産インフィニティ。それはメンバーにとっても大きなサプライズ。ちびタイガー、いや、これマジ、ちびタイガーの愛車ですよ、これ。そうだよね、マジ愛車っすよね、これ。マジ愛車、マジ愛車っすね。ちびタイガー、説明してくださいよ。俺からのプレゼント、岡村は至って本気だった。というのも、岡村が病に伏せている間、お台場にやってきた全国のファンが書いてくれた応援メッセージの数々。
その中にはもちろん岡村の復帰を願い続けてくれた東北の皆さんからの声援に少しでも恩返しをしたいと、この愛車というプレゼントを選んだのだった。たくさんの車がね、もうあのダメになりましたから、ね、東北の方でもぜひこれ使っていただきたいというふうに思います。本当に免許ある方、免許ある方、そうですね、はい。応募総数はなんと1万5000通を超えたが、番組スタッフとともに熟読、最終的に十数名に絞ってからも長時間悩み続けた岡村はついに一つのメッセージを選んだ。僕のあのチビタイガーどう思ってるか分かんないですけど、チビタイガーも多分この人って多分あの思ったと思います。ただ後ろパンクしてるんで、それ僕直してからプレゼントします。それであとガレキ踏んだらパーンって、あとカーステも突然壊れたえカーステね、これ何でか分かんないですけど、普段は超ケチな岡村のビッグなプレゼント、車内に残った私物と合わせて東北へお届けします。さあ、それでは岡村さん、はい、プレゼントする方へ電話をお願いします。はい、わかりました。これはびっくりされるでしょうね。最後のビッグなプレゼントです。ね、全部つながってきてるから ね、 そうですね。はい、言葉はめちゃめちゃつながってる。うわ、誰だろう、誰だ。分かった、分かった、分かりました。あれ、すごい緊張感、もうびっくりして、お、来た。もしもし、もしもし、もしもし、伊藤さんでしょうか。合言葉の方をお願いいたします。めちゃめちゃお父さん伊藤さん、もう一回合言葉ね。めちゃめちゃつながってる。はい、言葉詰まってもね、多分。伊藤さん、今ご家族は一緒ですか。もしもし、一緒です。あ、一緒ですか。では皆さんでちょっとね、玄関に出てもらってもよろしいですか。ええ、まさか皆さんでちょっと急いで、はい、玄関お願いします。電話つないだまま、うん、電話つないだまま玄関出てもらってよろしいでしょうか。何何、ちょっとね、はい、そのまま急いで玄関出てもらったら、家族の皆さんと一緒にお願いします。繋いだままでお願いします。あ、なんか電気ついてるぞ。お、え、ちょっと急いで玄関を開けてください。扉開けてください、開けてください。お父さんも一緒に、おっと、サンキュー、ショーさん、こんばんは、ラブに、すいません、あ、サラ君、伊藤さんでいらっしゃいますか。伊藤さん作や、すいません、突然お伺いしまして、びっくりされるでしょうか。ごめんなさいね、伊藤さんびっくりさせて。あの、これをね、今東京のスタジオとつながりますんで、はい、耳につけてもらえますか。お父さんにも、こちらのお父さんとお母さんと、お母さんにも、そして伊藤さんにも、そう、これお父さんが一番大事なの。そうなんです、実は、はい、これはお父さんに関するメッセージでもありますので、それでは私が代わりに代読させていただきます。お母さんも聞いてください。岡村さんが好きでめちゃめちゃイケてるをいつも拝見させていただいております。今回は56歳になる父親のために応募しました。1年前の震災時、公務員である私の父は気仙沼の合同庁舎で津波に飲まれ、3日間浸水して動けず、水の引き始めた4日目にヘリコプターで救出された途端、今度は他の人のために働き始め、震災から1週間後、もう生きていないと諦めていた私と母に電話してきたものすごい頑張り屋です。その後も父は気仙沼のためにとがむしゃらに働きました。一つのお弁当を同僚と2人で分けたり、何日もお風呂に入れなかったり、泥だらけになりながら作業していたと聞きました。そんなめったに落ち込んだところを見せない父が、実は自分の車が津波で流されたことにショックを受けていたことがしばらくして分かりました。
家を流された人がいるのだ、命を流された人がいるのだ、その中で車くらいとごそりと言いましたが、父の乗っていた車は私の祖父が乗っていたもので、祖父が亡くなった後父が乗り継いでいつも大切に磨いていた車だということを家族みんなが知っていました。おじいちゃんが父に代わり流されて父を守ってくれたのだと私は信じています。休みの日に帰るたびにインターネットで車の画像を眺めている父を見て、いつかは私が車をプレゼントできたらと思っておりましたところ、今回の放送で岡村さんの優しい気持ちがすごく伝わってきて嬉しくてつい応募をしてしまいました。車が大好きな父の喜ぶ顔が見たい一心ですが、東日本大震災ではもっともっともっと未だに立ち直ることができないほど精神的にも肉体的にもダメージを受けてしまった方がたくさんいらっしゃいます。その中でも私たち家族は幸運でした。つらかったです。もちろん他のめちゃイケメンバーの皆さんからもいつもたくさんの笑いと元気をもらっています。ありがとうございます。私たちも笑顔で頑張らなくっちゃ。ごめんなさいね、なんかびっくりさせてごめんなさい、申し訳ございません。佐野くん、ちょっと、はい、もうちょっと急いで、そしてちょっとこちらに外に出てもらえますか、はい、靴を履いて、はい、これで、はい、びっくりさせてごめんね、ちょっとお願いします、勝手に玄関入ってお願いします。娘さんがね、お父さんのために応募してくださったんですよ ね、 何も知らんからね、お父さんは。そして岡村さんも今すぐに出て、もうね、どうぞこちらへ。お父さんと1分でも1秒でも早くね、こうつながっていきたいと思ってね、ちょっと急いで、佐野くん、はい、佐野くんが急いで、急いでください。お父さん、お父さん急いで、あ、お父さんのお名前は、あ、伊藤です、伊藤茂樹です。伊藤茂樹さん、はい、茂樹さん、茂樹さん、そこにあるの何ですか、はい、あら、お、うわー、すごい、はい、茂樹さん、よかった。先週テレビで見た。それもしげきさん乗っちゃってください、車に。乗ってください。どうぞ。乗っちゃって、しげきさん。娘さんからのプレゼントです。家族に乗っちゃって。お父さんやめたかったです。嬉しい。乗っちゃった。どうですか。乗ってくれた。分かる分かる。そうですよ。初めて乗ります。あとは左ハンドルですけど。はい。大切に。いつも乗ってるままそのまま持っていかさせていただきました。グラさんもあると思うんですよ。いや、素晴らしい車、どうもありがとうございます。いやいや、サングラス置いてません、その辺に。岡村するやつだ。俺がいつも車の中だけでサングラスあるんですけど。サングラスありますか。見せてもらえますか。あったあったあった。お父さん、それちょっとかけちゃってください。佐野さん、急いで。佐野パン、急いで。佐野パン、急いで。何してんの、何してんの、佐野さん。遠慮して、佐野さん。はい、はい、メガネ外して。お父さん、ちょっとこっち向いてください、はい、こちら見てください。岡村さんのです。どうもありがとうございます。大門みたい、大門。いや、よかった。似合うね、似合うね、お父さん。ダンディ、はい、お父さん、一つだけお願いがあるんですけども、はい、そのサングラスも全部、はい、あの差し上げますけども、はい、少女時代のクッションだけ返してほしいんですよ。え、どうでしょう、クッション差し上げないんですか。後ろにあんな、あれ宝物やねんけどな。いや、使ってください。このクッションですか。それだけ、お父さん、お父さん、これだけ返してくれと。あ、わかりました。お返しするそうです。ありがとうございます。優しい、優しい、興味なかったね。ありがとうございました。ご家族でぜひお車に乗ってください。ありがとうございます。どうも見てあげたら嬉しいです。長い暮れた道の途中で、よかった、よかった。撮る感じでさあ撮りますよ。写真で、写真撮影が、写真で。お父さん、お父さん、行きますよ。はい、チーズ。あ、いいですね。あ、いいな、嬉しいね、これね。はい、撮れました。いろいろ使ってくれると思います、東北のために。よかった、喜んでいただいてね、はい。さて、あと3時間余りで、東日本大震災から1年という節目の一日を迎えることになります、はい、そして、本当に私たちも、いろいろな
今日は大変皆さんに喜んでいただけたかなと思うんですけれども、一方でさまざまなご意見もありまして、こういう時期にこういった内容をバラエティで放送するのはどうかという声もいただきましたが、今日のめちゃイケメンバーの皆さん本当に心の底から真剣に被災地の皆さんを応援したいというそういうメッセージが詰まっていた番組になったかと思います。はい、さあ、それでは矢部さんもちょっと今日の番組を振り返りながら、そうですね、菊ちゃんも言ってくれたんですけども、バラエティ番組の中ではすごく難しいテーマかなと思ったんですが、皆さんのでもお顔とか見てるとすごいやってよかったなって思いますね。今日の放送でちょっとでも楽しんでいただける方がいたら僕は嬉しいです。はい、そして加藤さん、はい、いかがですか。僕らやっぱり復興とかそういうことは僕ら自身みんなおこがましいことだと思っています。実際でも我々めっちゃイケもう15年やってきて、日々ちょっとでも笑っていただきたい、そしてちょっとでも楽しんでもらいたいという気持ちで15年作ってきてるんで、その気持ちでやってるんで、今日やったのも今日のオンエアを見てちょっとでも楽しんでもらったら、それで僕らは、それが僕らの仕事だと思ってます。頑張ってこれからも作り続けたいと思いますね。はい、そして岡村さん、また岡村さんはちょっと違った観点から今日放送されたんですよね。はい、そうですね、僕は体調不良で、半年ほど休ませていただいた時に、全国の方から、特に東北の方からも、励ましのメッセージやらいただきました。そういうのがあったから今、ここに戻ってこれてると思っております。ここにおること自体本当に奇跡やというふうに思ってますので、そういった意味で、は今日少しでもこう恩返しできたかなというふうには思ってます。ネットとか見ないんでわからないですけども、僕はやって、よかったなっていうふうに思ってます。最後にクッションだけ返していただきたいです。いやあれはもう差し上げましょう、ぜひとも。でもお父さんいいですよって過ぎてたクッションはいい、お父さんは少女時代は良かったですね。まだね、これからもまた我々東北に、元気と笑い届けていきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。はい、はい、さあ次回のめちゃイケスペシャルは3時間の春のスペシャルということで、またぜひ皆さん精一杯頑張りますので楽しんでみてください。ありがとう。
for myself. I don't wanna share you with nobody else. I can't help myself. Reaching for you, but you're looking somewhere else. Wanna tell you that I need you. Wanna please you. Wanna be the air that you breathe. No, I never wanna leave you. I wanna heal you. When I look at you, I see a piece of me. Can you look at me like the other boys and girls do? They wanna be with me while I want you. Can you look at me like the other boys and girls do? They wanna be with me while I want you. Yeah, only you, you. Only you, only you. Only you, only you. Only you, only you. I'll find myself. Somewhere else.